最初にバースベイバー森の中へ入って、行方知れずになる。で最後にシータルタが一人で渡し船を漕いで渡す。そして彼が若い頃恋をした素晴らしいカマラという女も来るんですね。そのカマラを渡そうとするけど、カマラは毒蛇に噛まれて死んでしまう。で、カマラは、シータルタの子供を産んでいた。それが少年になっている。でその少年を一緒に、暮らすようになる。でもその少年は彼を見捨てて行ってしまう。まあ、そういうその人生の哀歓のようなものをですね、私盛りしながらしんじんと彼は眺める。で子供が出て行った時はさすがのシータルタも、事故が事故を事故するというわけにはいかなかったんですね。もう夢中になって追っかけようとしたりしたんですけれども、追うことはできない。まあ出て行ったその子供は実はシータルタ自身ですね。シータルタも、父親を見捨てて出家してしまったんですから、その時初めて、あ、自分は親を捨てて出て行った。だから自分の子も自分を捨てて出て行った。だからあの少年は実は自分なんだ。自分が自分を捨てて出て行った。ということに気がついたりする。まあ、それにしても、私盛りというのは大変ですよね。船、漕いで川の向こうへ渡す。で、自分はまた戻ってくる。永久に向こう岸へは行かないんですね。だから、お能では、私盛りというのがたびたび脇になって登場しますでしょう。隅田川なんていうのを見ますと、その非常に大事な役目を私盛りがやっていますよね。まあ、こういう世界を、ここでは、未納児の、自分は、向こうへ渡ることができなくても、人を渡すことができる。こういうの、すごいですね。もう、これがやっぱ、法華経の世界だということは、よくわかりますね。で、こういうふうに、まあ、まだ、いくつもいくつも、こう、出てまいりますけども、もう一つだけ申し上げましょうか。屈面徳へ、字ちょっと書けと言われてもね、困るんですけども、非という字を二つ書いて、右側に欠点という字の欠ですね。それを書く。それから念は自然の善という字を書く。屈念。徳は得るという言葉。得は回心、ぐっと回すという字で、回復の回です。で、これ屈念徳へというんですね。で、屈念徳へというのは、突然に変わってしまうとか、突然、そういうことが起きるとか、そういうふうな意味で、使われているんです。で、経の威力、威力と読むんですが、威力をもってのゆえに、その人の信心を起こし、屈念としてすることを縁、ある日突然に、こう、すべてがわかるとか、法華経を読んでるとですね、ある日突然に、すべてのことがパッとこうわかる。白隠さんという人は、法華経なんてのはもうつまんねえお経だってしょっちゅう言っておられたそうですけれども、42歳の年にですね、何を思ったのか、あるお坊さんに法華経を、読んでもらったんですね。で、それをこう読んでいて、比喩本といった章があるんですが、これも後に申し上げますけれども、その章に行った時に、キリギリスがですね、古い石畳のところでキチキチキチと来ないたり、それ聞いたときに、滑然として、法華経王の理に傾倒する。法華経が王様であるということが分かった。涙が止まらなくなった。覚えず声を払って号泣したって書いてありますけども、それから法華経というものが白隠さんの根底になった。こういうのを屈念徳へっていう。皆さん、そういう経験されたことはないですかね。ないとすれば本当に生きていたですかね。そんなこと言っちゃ失礼ですけども、順番を追って説明されて分かったなんてのは、そんなものはね、ロゴス的に分かっただけで本当に分かったんじゃない。本当に分かるということは別のことだ。大脳の世界で言えば、右の脳でポーンとこう言っちゃうのが屈念徳へ。これが法華経という世界の持っている特徴なんだということがですね、この無量義経というお経の中に書いてあるわけです。まあご自分で少しですね、そういうところを読んでいただきたいと思いますが、さてその序文、一番最初の章ですが、この序文ではですね、
お釈迦様がこの世で最後の大きな説法をなされる。で、場所が王舎城、ラージャグリハ、王の家という名前ですが、王舎城というところの東の方にそびえているチュハッタという山、北の山です。北の山。その山の中腹に領寿山という山がある。例の和紙の山。そこで、最後の説法をなされる。で、その時にお釈迦様は、無量義所三昧という三昧に入って、瞑想に入って身動きをなさらない。そして、突然ですね、仏様の眉間の白毫装、眉間のところにあの白い毛が右側にこう巻いている。皆さん仏像をご覧になると、額のところに丸い突起がありますでしょう。あれは白い毛が右へ巻いているんですね。それで白毫装という。そこから、光がパーッとほとばしてきて、東の方を照らした。そうしたら、なんと、その光の中に、東方1万8000の世界が全部見えた。その時ですね、弥勒菩薩がふっとこう考えて、お釈迦様はどうしてこういうことをなさったのか。で、それは我々にはわからないが、文殊菩薩なら多分それを知っているだろう。そこで文殊菩薩に聞く。そうすると文殊菩薩が、多分それはこれからお釈迦様が大いなる説法をなさるということだろう。過去にこんなことがたびたびあったのだ。昔、日月灯明如来という仏様がおられて、と言って、まあ、いろんなお話するんですけども、要するにそこでは、これから最後の一番素晴らしい説法をなさるという、これが伝承なのだということがわかるんですね。で、そういうことがこの序文の中に説かれているんですが、額から出た光が東の方1万8000の世界を全部照らし出した。で、全てが見えた。ということ。これはね、なかなかドラマチックで、すごいと思いますね。私はジャコメッティというね、スイスの彫刻家が好きでして、で、ジャコメッティさんの作った細長いヒョローンとした彫刻ですね、こういうものが面白いなと思った。このジャコメッティという人のところへ、宇佐美英二という人、行くわけですわ。それで宇佐美さんが、ジャコメッティの非常に影響を受ける。このジャコメッティという人はですね、全てが見えていたと言われているんです。全部見えていた。で、その全部見えていたものを早く姿に表したい。目に見える形に表したい。そこで、一日中彫刻やるんです。もうこの人のモデルになると最難だそうですね。お昼頃から始まりまして、真夜中の12時まで休みなしなんですって。で、おしっこに行きたいと言うと行くなんて言うんです。そんなこと我慢できないって言って駆け込むと、後ろから追っかけてって、戸を叩くって言うんですよね。早く出ろって。それでもう方法の手で出てくる。で、座るとそこじゃないっていう。で、ここだって言ってもそこじゃない。3センチ右だとか左だとか言うんですって。それで3センチこう移動すると、まさにそこなんですね。体が覚えてる。あ、ここだったと。で、座るとまた始まって、なんか夜中の12時までやる。そして、飯を食って寝る。で、次の朝、朝って12時頃ですが、目覚まして、で、自分の作った作品見せて、ぶっ壊しちゃうんですよ。こうじゃない。まあ、世の中よくしたもんでね、お兄さんが鉄工所やってまして、このお兄さんが夜中に彼が寝ると忍び込んできちゃ、鉄工で型取ったそうですね。だから、今、世界中にジャコメッティの作品残っているんですけど、この一挙に見えているという、一挙に見えているものを、形のあるものにするというこのジャコメッティのものすごさ、これを宇佐美英二さんはもう強烈な影響を受けてですね、こういう人は波動を持ってるんですね。波動を持ってる。その強烈な波動をもろに受けたから、彼はその、宇佐美さんはですよ、文章を書くときにね、300枚ぐらい原稿を書く。そうすると削っていくんですってね。片っ端から削っていって、とうとう最初の2行ぐらいになっちゃうんですよ。まさにこれはジャコメッティですね。それでも宇佐美さんは自分で言うんですよ。私はジャコメッティの影響を受けたわけではないが、なんて言ってるけど、それは受けているからこういう文章を書くんで、だから彼はその石に字に刻むようにして、原稿を書くんです。僕らが原稿を一晩にですね、100枚も200枚も水が流れるようにして書くんですよね。で、そういう人間から見ると、石に
タガネで文字を刻むようにして文章を書く宇佐美英二という人はもう強烈なあの、興味というか魅力ありますね。自分にない世界を持っている。でこれを彼はジャコメッティからもらった。このジャコメッティの世界はなんと東の1万8000の世界が一挙に照らし出されて見えたっていう、この世界に共通しているんですよ。いやー、全部見えるというのはすごいですね。皆さん見えますかね。見えないんじゃないですかね。自分の身の回りちょっとぐらいが見えたぐらいじゃ一挙に全てが見えたっていうわけにはいかないでしょう。ところでこの序本の最初のところですね、養親三蔵法師熊羅十御事のりを伏して訳す三蔵法師、熊羅十熊羅ジーバという人が、お経を訳したサンスクリットのお経があるんですね、法華経。それを漢文の文章に訳した。この人のお父さんはインド人ですけれども、お母さんはそうじゃないんですね。お母さんは西域のキジ国という、今クッチャと言ってますが、クッチャという国の王様の妹なんです。でその妹の名前がジーバ、それでクマーラジーバ、童子のジーバという名前がついた。で、小さい時からギリシャ植民地へ行って勉強いたしまして、仏教の勉強して、仏教のその法を伝えていたところが、伝心の不賢という男がクッチャを征服しまして、その時に連れ去られた。で、まあいろんなことがあって、最後長安の都へ連れて行かれまして、お経を翻訳したんですけど、まあこのクマーラジーバという人のですね、翻訳のものすごさ、これは私どもはサンスクリットを読み、でそれを現代語に訳し、そして、クマーラジーバの漢訳を込み入るわけですが、もういつも思うのはですね、どんなに現代語訳してもラジューのあの名訳には到底及ばない。あれは天才ですね。世の中には確かに天才という人がいるんですね。もうこの天才というのはどんなことしても我々は追っつけないんですよ。もう本当にね、このラジューの翻訳読んでるとうなっちゃいますね。そのラジューがこの法華経というものを翻訳したわけなんですが、まず最初のところに妙勢ガーモン一時仏流王者上ギリシャ屈伸中という言葉ができている。妙勢ガーモン、格のごとく我口、一時仏王者上ギリシャ屈伸の中に重視たまえる。王者城というところは中インドにございまして、今ラジギールという名前で呼ばれてますが、昔の名前はラージャグリハ、俗語でラージャガハ、王の家。そこね、今ジャングルになってます。もうすっごいジャングル、あのジャングルの下に昔の王者城、大都会が埋もれているんですが、インド人はここ発掘しない。いいですね、これ日本人だったらすぐほっくり返すでしょう。インド人はほっくり返さない、そのまましてある。で、このジャングルの中から、東の方を見ますと、その、領樹泉という山があるんですが、ちょうどあのね、大きな山の中腹のところが、馬の鞍のようにこう盛り上がって、また下がっている。で、そこを岩山なんですけれども、こう、和紙が羽を広げたようだっていうんで、例の和紙の山と言ってるんですけど、本当ですかね。私はここは風葬の地、風のお葬式、風のお葬式というのは死骸をそこへ捨てていくとハゲタカが来て食っちゃうんですよ。これを風葬と言いますが、風葬の地だったろうと思いますね。だからグリドラクーターというのがボンゴの名前。グリドラというのはハゲタカ、ハゲタカなんていうのは中国にはいないんですよ。ですから和紙という名前に置き換える。で和紙の山と言ったんですが、それはハゲタカの住むところ、つまりそこは風葬の地。その土地で言えばですね、死骸を置いていくところなんてのはいい土地じゃないと思うね。しかしそういうところへお釈迦様は行き、その土地を清め、そしてそこで説法をなさった。そこで最後の説法、法華経を説かれた。これが僕すごいと思うんですよ。何しろその、この王者城義者屈伸というところが、これが味噌なんでね、ここのところ馬の鞍みたいになっておりますから、日本で言えばそれは鞍掛山なんですよ。
そうするとすぐ私たちは思い出しますね。宮沢賢治が倉掛山の、雪という詩を作った。頼りになるのは倉掛続きの雪ばかり。野原も林もポシャポシャしたりくすんだりして少しも当てにならないので、まことにあんな公募の風のおぼろな吹雪ではありますが、ほのかな望みを送るのは倉掛山の雪ばかりです。私ね、宮沢賢治のことはもう何十年もこう勉強をしました。そしてこの倉掛山の雪というのは素晴らしいなとこう思うんですけども、やっと今頃ですね、もうつい1ヶ月ほど前ですが、はっと気がついたんです。あ、倉掛山っていうのはあれは稜寿線だな、山の格好から言うとそっくりなんですね。そうすると岩手山という山の中腹に小さい倉掛山があるんでしょ。だったらですよ、倉掛山の雪って言わないで岩手山の雪って言えばいいのに、なんで彼はあんなちょぼんとしたね、馬の蔵みたいなところにほのかな望みを送ったんですかね。あの詩はですよ、下の方はポシャポシャしたりくすんだりしているのは、あれは地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏といってね、塔の世界がある。これまたいつか詳しくお話しすると思いますけど、一番下が地獄、ガキ、畜生、修羅、こういうのがポシャポシャしたりくすんだりしている、あの岩手山の下の雪が溶けてね、銀と黒がこう入り混じったような、ああいう世界なんですよね。そういうところを今自分は歩き回っているけれども、ほのかな望みを送っているのは倉掛山の雪ばかりだ。だからあの倉掛山っていうのは仏様なんですけどね、しかしなんで岩手山と言わなかったかということに僕は気がつかなかった。それは稜寿線なんですよね。稜寿線、稜寿線というのはあれは人の違いを風葬にするところだ。だからあそこは生と死の境目だ。だから人間が死んだら行くその入り口みたいなところだ。そこへお釈迦様は立っている。でお釈迦様の死が近づいてきている。お釈迦様は死というものをもう目の前に見ている。その目の前に見ているお釈迦様が、この生と死とが重なった世界を、解こうとされた。その場所はもう、この、領受線以外にはない。だから、王者上、義者屈線、グリドラクータを翻訳すると、義者屈線になる。そこで、法華経を解いた。ということに、なるんですね。このことはもっと詳しく申し上げたいんですけれども、後でそういう機会がいくつも来ると思いますが、これもまた僕最近ですね、去年シルバーバーチという男の、こういろんな記録がですね、日本語に初めて翻訳されました。古代令和語るという面白い本で、近藤という人が翻訳しているんですが、シルバーバーチというのは3000年前にこの世にいる人間で、それが死んで霊になり、その霊が高級霊から命令されて、そのモーリス・バーバネルというイギリス人に、の口を借りて、人類にいろんな警告を発するんですよね。それが50年間続いた。半世紀の間モーリス・バーバネルはシルバーバーチの代言をした。でそれが記録されて残っているんですが、それをこう読むとね、もういろんな面白いことが仏教と共通した世界がたくさん出てくるんですよ。その一つにね、もう死んだ霊が見る世界というのは非常に美しい。現実に見ていた世界にそっくりなんだけれども、一つ非常に違うところがある。それは現実の人間が見る世界は美しくない。ところが、その死んだ霊となって同じ世界を見ると、これが非常に美しいということが書いてあるんでね、ああ、これ本当だなと私思いましたね。で、いっぺんそこへ行くともうね、あんないこうシャバなんか戻りたくないというふうに考える。なんであんな汚いシャバの世界に、自分は執着したんだろうと思うそうですよ。まあ、シルバーバーチはそう言うんですけど、僕ね、死ぬのがだんだん楽しみになってきてね、シルバーバーチの言ったのは本当かな、やっぱり本当だったななんて体験したら面白いじゃないですか。そしてこの世界、私は今でもね、この世界が非常に美しいと思っているんですが、本当に美しく見えるとしたらこれは素晴らしい。でそういう境目っていうのはいろんなところにあるんだよね。その生と死の境目が
倉掛山であり、それが領寿山である。こんなことを言った人はいないんですよ。俺は本当にいないんです。私も初めてそういうことを言うんですから。だからそういうところで法華経が説かれたということは、法華経というものはですね、実は生と死との、こう境目に立って、生と死が重なったところでこの世の中を見ていて説かれたお経だということになると。ところでそのお釈迦様は無量義所三昧というその瞑想に入ってですね、それで初めて立ち上がって、その経典を説かれるわけですけども、この瞑想に入るというのがですね、僕非常に面白いと思う。皆さんは当人死んだ哲学者に三木清という人がいて、その人が人生論ノートという素晴らしい、エッセイを書いているのをご存知でしょうか。これは今日でも存在理由のある素晴らしい本だと思いますが、その中にですね、瞑想という章があるんです。そこに瞑想のない思想家は存在しない、瞑想は彼にビジョンを与えるものであり、ビジョンを持たぬいかなる真の思想も存在しないからである。真に創造的な思想家は常にイメージを踏まえて厳しい思索に集中しているものだ。いやー、ここのとこですね、私もう本当少年の頃から彼のこの本読んでたんですけれども、イメージを踏まえて厳しい施策に集中しているものであるというところは注目しなかったんですね。ところが今、先ほど宇佐美英治ということを名前を出しましたね。宇佐美英治はもうずっと昔にね、宮沢賢治はイメージで詩を書き、イマジネーションで童話を書いたと書いて、でその説明のところにね、イメージをコンセプトする、抱いている、コンセプトし、そしてそこにコントラクションして、そしてイマジネーションというものを作る、そこに童話が生まれたということを言っている。これはもうすっごい言い方で、これの始まりはこの三木清がこの言っている、常にイメージを踏まえて厳しい施策に集中しているものであるということで、これがこの法華経の最初のところそのまんまなんですね。でその時にこう言ってる、施策は下から登っていくものであるとすれば、瞑想は上から降りてくる。それはある天与の天から与える性質を持っている。そこに瞑想とミスティズムとの最も深い結びつきがある。まあいろいろこう出てくるんですけども、その瞑想がなきゃ思想というものはないと、これを形に表したのがこの序文の、物語なんですね。でしかもこれ東を指さした。ここでまた思い出しますのはその無双国師という人なんですけども、無双国師は苔寺というお寺を作ったんですね。その苔寺というお寺をなぜ作ったか、それは足利尊氏が西方寺というお寺が荒れているから再興してくれと言われたから作った。ところがなぜ無双は引き受けたか、そこは西山、西の山だからです。で西山って、ね、なぜ彼が引かれたかというと、西山の梁雑という男が中国にいたんです。この梁雑が馬祖という人のところに行って小天板にやられてしまうんですよね。でやられた後彼は本当にそうだなと思って、学者を辞めちゃって、で弟子にみんな暇を出して甲州の印山に隠れちゃう。それから400年経つと優秀才、熊野秀才って書いてあるんですね。まあ面白い名前ですね。優秀才という男がこの梁雑が好きでね、探しに行くんですよ。そうしたらこの印山のふもとをカゴに乗って通っていたら雨が降ってきた。それで彼何の気もなしにひょっと見たら大きな岩の上に白髪の老人が立っている。その時にこの優秀才はパッと考えた。 あれは梁雑だ。400年経ってみてよ、普通常識があったら400年経ってるやつが生きてるわけじゃねえなとこう思うんだけどもね、400年ってへとも思ってないから、あれは梁雑だと思って、梁雑ではありませんかって声をかけたら、その老人がパッと指を指し、東を指した。死と指で東を指す。それで思わずその、取り込まれて、その東の方を見て、あっと思って視線を戻したら、もう老人はいなかった。それで岩山を駆け上がる。行ってみたら、なんと大きなね、大岩盤の上に人一人立っていたように濡れないとこがあったっていうんですね。まあ面白い話でしょう。これをね、無双国師好きだった。無双国師は梁雑も好き、優秀才も好き。だからその西山、西山って聞いた時に、西山といえば梁雑、
良座って言えば優秀才。というんでそこにね、またあの人もすごいやね、あの山の中に古墳があったんですよ。その古墳の岩という岩全部ほっくり出して、そしてこれで岩組を作った。これが高陰山の岩組と言われている素晴らしい庭で、そこは優秀才が駆け上がっていった岩の道なんですね。その一番上に四島庵という庵を作った。これは老人が立っていて指、東を指したということだ。そこの庵で、座禅できるようにしておいた。そうしたら三代将軍の足利義満という男はね、ここへ行くといつもあの家来はあのお庭の方へ残しておいて、自分はこの岩の階段上がっていきまして、四島庵で座禅したということですね。分かっていたんですかね。東を指さすということは過去を指さすということなんですね。ところがまたあの道元禅師がですね、正午の、あの現像光明の巻の中に素晴らしい文章を書いているんですけれども、その一節だけ読みますと、正東方は東を照らすというのは東方が照らすのだ。東方は皮脂の俗論にあらず、あっちとかこっちとかいう俗論ではない。そこは北海の中心だ。それから小東坊の言葉を検問して、一条白蓮光東方へ引き渡せらんごとくに億年山岳するは学道にあら。あの光が東を照らしたという言葉を聞いて、そして一枚の、 あの白い絹を東の方へスーッと引っ張っていたように考えるのは、それは学道じゃないというんです。人実法界は東方のみだ。東の方というのはこの世界全体ということだ。だから東の世界全部が見えたっていうことは、それはさ世界全体が見えたっていうことなんで、ジャコメッティ思い出しましょうか。全てが見えていた。まあ天才ってやつは全てが見えている。その見えていたものをどのようにして人に見えるようにするか、この次、第2回目の時に開示誤入という話を多分私すると思いますが、この見えたっていうのが開け開で、それを示さなきゃいけない。見えたものは人に示せるはずだ。皆さんだって分かっていると言ったんだったら、分かっていることが言えるはずですよ。それがあの言うに言えないなんてのは言えない。それは分かっていないんですよ。分かっていたら言えるはずよ。それを言えないというのは分かっていないんですよ。その分かっているというのはまたね、パッと屈念得へ、あっという間に分かっちゃうんですよ。だんだん分かるんじゃないんですね。だんだん分かるということもあるでしょうけども、本当のところはですね、あっという間に分かっちゃうんですよ。そこをあの法華経は我々にね、教えてくれてるんじゃないでしょうかね。今日はあのいろんなことを私申し上げました。あの私自身も法華経のあの講義の中に書かなかったことをいくつもいくつも申し上げました。そして、例えばそのシルバーバーチのことでも、これは多分、如来寺療本というところへ行きますとね、浄土が出てくるんですけども、そこを申し上げるときに多分また出てくると思います。まあこういうふうにして法華経全部やってみましょう。